こんにちは、デリッシュキッチンです。半熟卵の肉巻きビッグおにぎりを作ります。鍋にお湯を沸かし、卵2個をそっと入れ、6分半茹でます。冷水にさらして殻を剥きましょう。ご飯 300g の半量をラップに広げ、半熟卵を中央にのせて包んで優しく握ります。同様に計2個作りましょう。豚ロース薄切り6枚を用意し、3枚ずつ重ねて広げ、塩コショウ少々を振って中央におにぎりをのせ、包んで形を整えます。同様に計2個作り、片栗粉適量をまぶします。フライパンにサラダ油大さじ1/2を熱して、肉巻きおにぎりを入れ、焼き色がつくまで中火で焼き、上下を返します。水大さじ1を加えて蓋をし、弱火で5分ほど蒸し焼きにします。酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1、おろし生姜小さじ1を加えて絡めながら煮たら完成です。ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。